これゴールデンウィークのラボのイベントで捕まえた幼虫。うん、サナギは見てないけど。あら、どこにいる？あ、いた。おお、かっこいいオスじゃん。すげえ餌もたくさんあげてるじゃん。ここに2匹目。お、オスオスだったの？なんかうん、オスオスやな。かわいい顔してるね。いい感じだよ。ちょっと先にちっちゃい方が生まれた。七夕の日に生まれた。な、七夕日やな。うん、さすがにね。7月の7。よし。なるべくならオスとオスばらけて買った方がいいけど、長生きするけど。レイちゃん、こんにちは。こんにちは。はい、今日はオオクワガタの幼虫の植え替えをやってもらいたいと思います。準備はいいかな？はい。じゃあ用意するもの、自家製の小麦粉と昆虫マットで発酵した幼虫の飼育用のマット、200ミリリットルの瓶、そして一例幼虫、このように朽ち木、産卵木に生まれたやつを割っていきます。幼虫の食害根があって、オオクワガタの幼虫がところどころにいます。そしてアルミ箔とトンカチとドリル、さあこれでやってみたいと思います。じゃあ行くぞ、頑張るぞ。レイちゃんトンカチしてよ。トンカチ残せるの？ダーッていこうか、ダーッと。ドバッといって。ドバッとな。こぼれそう。こちらは何も入ってない昆虫マットを発酵させたものです。で、軽く叩いて、ひっくり返らないようにね。あまり硬いと今度は幼虫が入れないよ。はい、こんな感じかな。7月23日に取り出した幼虫、ビクビクしてますが、これをこの容器の中に入れてもらいます。そうすると気をつけていかなきゃいけないのは、このプリンカップの中に入っていた古い昆虫マットをここに入れてください。幼虫が消化しやすい状態になっているので、これをそのままここに入れてください。どういうこと？このカップごと入れて、そして注意事項は絶対手で触らないで、幼虫は死んじゃいますから。あ、入ったか。あ、幼虫は入ったけど、少し入れてね。少しどのくらい？少し。はい、もういいよ。で、空気穴から虫が入ってこない、コバエが入ってこないようにかまして、蓋が閉まるかな。あ、そっか、こう。アルミ箔でこの瓶に暗い観察できる幼虫が落ち着ける空間を作ってください。アルミ箔をその大きさに切ってください。はい、ちょっとこれツルツルで描きにくい。観察するときだけアルミ箔を剥がすような感じで、ちょっと缶みたいな感じで巻きつけて外側から見えないよ。はいはい、OK ですね。で、これからの管理です。人間が涼しくていられると入れるところ、もう25度とか、なるべく人間がいられるところに置いてください。暑いの苦手です。そして音とかも嫌がるので、静かなところで観察してあげてください。2ヶ月から3ヶ月になったら幼虫が大きくなってるんで、どっか行って新しい昆虫マットとか、あのいろんな飼育資材をに植え替えてあげてください。またうちにラボに来てもらえばまたお教えします。どうだった、レイ君？どうだった？楽しかった。はい、ありがとう。またね。